しゃべくり松代始まるよ。はい、皆様こんばんは。5月5日月曜日第184回しゃべくりましろの時間がやってまいりました。今日はですね、子供の日ですね。松代はですね、朝から曇りで、空でしたが、今日はですね、水上山でですね、ピラミッド祭りっていうのがございましてですね、まあ、ちょっと私は行けなかったんですが、まあ、行った方のお話聞きますとね、結構賑やかだったという形でですね、無事終わったようです。さてですね、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代町西条表組にあります、大爆州、恵明寺住職の中西智則さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。そうですね、恵明寺さんって言ってもちょっと場所がわからないので、ちょっとこの地図でご説明しますね。ですね、町歩きセンターが今、こちらで今、中継しているところがそうなんですが、ここにございますね。これから西の方へ行っていただきますと、まあ、郵便局過ぎてここに、信号が一つあるんですが、この信号を南へ下っていただきますとですね、象山東駐車場って無料の市営の駐車場がございます。そこへ止めていただいて、ここを歩いていただいてですね、象山地下壕の方へ行っていただくんですね。その象山地下壕を入る手前に右へ曲がっていただくと、この恵明寺さんというのがございます。はい、ぜひまたお出かけいただきたいなと思います。で、まあ、お名前がですね、大爆州恵明寺さんという、その恵明寺さんというと、大爆州とはどういうあれなのか、ちょっと中西さんを説明していただけますか。そうですね、はい、この宗門のことを語るには、この仏教の成立からずっと お話しなければならないんですけれども、はいはい、ご存知のように、はい、大爆州の一番の開祖は中国僧の隠元禅師でございますが、恵明寺の場合はその隠元禅師の次の木安禅師が一番の開祖ということになっております。はい、木安禅師が中国で住持をしていた、福建省泉州府というところに、象山恵明寺という寺があったわけですね。それを懐かしくこちらへ来て、そういう名称をつけたとも言われておりますけれども、ですから、はい、当時中国語で言えば象山じゃなくてシャンシャンですか、そういうふうに当時呼んでたかどうか分かりませんけれども、じゃあ三号は象山恵明寺という、象山という三号がついております。そうなんですか。本来寺には三号というのは大体つきますよね。それは昔はほら修行道場だったところが深山幽谷の山の中にあって、はい、その山を名を呼んでいた、そういうことからその三号が付けられたというふうに言われておりますね。これはどこの不思議もんでもそうじゃないかというふうに思うわけであります。まあ、これがあれですかね、そうすると今から何年ぐらい前開山という形になるんですか。337年、延宝5年だから1677年に創建されたというふうに言われております。まあ、これあれですね、ここにあるお寺さんのあれ、まあ、この間お邪魔した時に、まあ、このちょうど時期が良かったんですかね、桜田とかいろんな花が咲いてましてですね、自然豊かなところでして、まあ、ちょうど伺った時が一番いい時かなというふうに思うんですけどね。まあ、これ桜でしたですね。いや、そののは桃でしょうね。桃と、そう、八重桜ですね。もうすでに吉野桜、しだれ桜は散ってしまって葉桜になってます。で、白いこの房の短い、藤ですね。藤ですか。これがちょうどこの時は八分咲きぐらいでしょうか。なるほどね。はい、まあ、これも行った時なんかはウグイスも鳴いてましたしね。そうですね。ちょうどいい
気候も良くて、あのずっとこの裏山象山にはウグイスが毎年鳴、はい、いておりますし、はい、この間は境内まで降りてきてましたから、ね、ちょうど良かったんじゃないかと思いますね。なるほどね。まあ、本当にあの天気が良くて気持ちいい あれでしたね。まあ、外でちょっとお話を伺ったんですけどもね、これはやっぱりあの本堂から、東の方へ向かった、水上山の方へ向かったあの風景ですけどね、これもまたいいあれですね。これはやっぱりこれは、入り口から本堂の方へ向かって、撮影したところですね。まあ、これ、本堂の中の写真をちょっと撮ってみました。でこれ見るとあのちょっと下もう少しいただくと床が、張ってなくてですね、土間になってるんですね。これがやっぱり江水さんの 独特のあれですよね。そうですね、あの建物は民様式だというふうに言われてるんですけれども、はい、まあ、当時、中国にはその生活様式で畳というものがなかったんじゃないかというふうに思うんですけれども、詳しいことは分かりませんけれども、はい、ですからほとんど音楽の、あの本当のこの土間、叩きの土間ですけれども、うん、本山、いや、まあ、他のお寺にもそういうのありますけれども、禅、うん、寺にはですね、畳じゃなくて、あの失礼しました、あの瓦が敷き詰めてあるとかね、そんなじゃなくてもね。そうです。なるほどね。今こっち、土間ですからね、傷みが早いんですよね。どうしてもね、皆さんお参りにお入りになって、靴やなんかでこうどうしても叩きですから。だからあれも砂も入れたりとかってあるんですか。まああの何年かに一度ぐらいはしなければいけない。私の代になって一度もやってませんからね。そうですか、はい。ここにあるこの赤い玉は何なんでしょうか。これはね、うん、信徒さんがあげたものなんで、これはあの赤水晶の宝珠、うんうん、まああのここへ中国のこう習わしていますが、うん、ここへ触って願い事をも、うん、あげるとその叶えるっていうような話があるわけなんですが、たまに、まあ、テレビだとかそういうの見ますわね、中国のにちょっと面白い感じがした。ですからね、こういうあの宝珠がいくつか寄進されているわけなんです、うん、なるほど。、うん、まあこれが今度はあのあれですね、ちょっと本堂に行く前にこの入り口ですね、これもちょっと見ていただければ、上に、あ、そうですね、あの六門線、はい、これやっぱり真田家の会議になっておりますから、うんうん、あの六門線がついておりますね、はい、二門として。なるほど、ね、で右には大きなあのシャチが乗っております、はいはい、向かってだから右が「あ」口が開いてるんですよね。ああ、そうなんですか。左の方が「うん」で「あうん」あうんの像ですよね、うん、よくあの尿門の尿さんがあうんの像の、うん、あ、そうですね、なっております。それと同じ。なるほど、ね、これみんなあのいろいろな獅子の像でもそういうのがありますからね、はいはい、これ見ると恵明寺禅師恵明禅師って、ね、これはあの真田八代行久公の作だというふうに言われて、あのあのこの写真じゃ分かりませんけど、ね、行久公の楽観というかそれも入ってるわけですね。あ、そうなんですか。向かって左のところに、はい、これまたちょっと見ていただければ、これは一応入り口ですけれどね、入り口を見ていただいてそれから下の方を移していくと、これが本堂になりますね、はい、で続いてこれ行きますと入り口の左側が、これは何で何て言いましたですかね、これ鐘楼ですね。鐘楼ですね。ちょっとこの形も珍しいということで、うん、登録文化財に指定されているわけなんですが、あ、まあ、あの鐘楼金そのものはありません、はい、戦争中はあの供出して出したそのまんまで。ああ、そうなんですか、はい、ね、まあ、この下が六地蔵さんという、ね、そうですね、入り口も、ね、うん、ありますですね、はい、じゃあ続いてこれが、宮島春松、はい、これはどういう春松新章先生、あの真っ白科学の発祥の、あ、真っ白科学、まあ、いろんなことをおやりになった、はい、あの有名な方で、はい、その方のお墓があるわけです ね、 なるほどね。この下の方もちょっと引っ張っていっていただくと、あ、
れあの後継承された長岡助次郎先生、はい、この方はあの真っ白の方 大部分の方ご存じだと思うんですけれども、真っ白文部学校の保存にだいぶ協力されたことで力を入れた方で、あの人がそれをしなかったら今の文部学校に残ってないとも言われてますね。あ、そうなんですか、はい、はい、続いてこれが入って右側の古い木ですけども、これ杏の木っていうこと。そうですね、これ一応ちょっと暗くていけないんだけど、まあ、下見ていただければ、はい、今初めとあの要するにあの三代幸道子の奥方があの伊予の宇和島藩の伊達家から嫁がれてきた、豊姫様、はい、豊姫様がまあいろいろこの説があるんですけれども、苗を持ってきたとか、あの一鉢の鉢を持ってこられたとかってあるんですけれども、うん、実際歴史上どうなのかはっきりしたことは分かりませんけれども、ね、あの言い伝えによれば、このもうだいぶ古木でございます、枯れも入っておりますが、三代目に当たるというふうに言われているんです、うん、まあこれ豊臣氏名様のこの菩提寺でもあるお玉屋があるんですよ ね、 そ、 でその横に、はい、あの豊姫様のお墓が実際ございます、はい、これが一応お墓になりますね。この下がお墓で、これが上がお玉屋で、お玉屋の中ですね、こういう形で、現在もともとはここじゃなくてですね、はい、本堂の裏側にあったのが、はい、大正の何年頃になるんでしょうか、あの地滑りがあって、はい、本堂の裏にあったものが、あのお玉屋が潰れて、その時に本堂の裏にあったお玉屋も、お玉屋でのお墓も一緒にここに移してきた、はい、あ、そうなんですかね、はい、では今度は本堂の方に移りますけど、これもちょっと珍しいのがありましてね、ちょっと撮らせていただきました。これこちらにあるのが何になるんですか。布袋さんですね。あのこれはあのまあ、中国の禅僧で、はい、通称布袋さん、布袋和尚って言われてますけれども、本当の名前は甲斐っていう名前の禅僧で、はい、まあ、結局これが不幸を招き、吉を呼ぶというようなことで、はい、多くの人たちがから崇められて、はい、現在もそうでしょうね、うん、これ、はい、あの大枠の場合はですね、はい、前立て本尊というような形で、はい、本来あの前に出さなきゃいけないんですけれども、今までの場合は直接この朝から日が当たりますって痛みが激しくなるんじゃないかということで奥へ入れてあるわけですけれども、この隣のあれは何になるんですか。あ、隣だったのはあのこれもあの要するにあの廃寺になったところの寺の方からこっちへ遷座しました、うんうん、これはあれですね、あの預かってるような形になるんですか。あの弁財天ですね。うん、でもちょっと聞いたことありますよね、弁財天。弁天さんの形っていうのはいろいろあるですよね、何も衣装もまとまない姿のものもあれば、はい、この下の方を見てみたらご本尊さんになるんですかね、この下は。あ、これが一番の苗字のご本尊で、はい、釈迦如来ですね、うん、あの釈迦三尊でございますから、はい、あとこちらの方も、天井絵っていうのはちょっと私も珍しいんでちょっと撮影させてもらいましたけど、これはどういうあれですかね。まあ、結局あの龍っていうのは仏教の守護物っていうようなことで、ほら昇り龍とか下り龍っていうのが彫られてる場合が多いですが、はい、これはあの松代藩の絵師で三代、大島法雲斎って方じゃなかったかと思うんですけども、はっきり申し上げ、私もあの、いずれにせよあの大島さんというか、だから三代にわたって、真田家の絵師を務めておられたというふうに聞いております。あ、なるほどね。あ、ところでちょっとあの中西さんのあのなんですかね、年齢ってお聞きするのあれでしたけど、何歳になられて。もうあの82歳に82歳で、はい、なるほど、まあ、お元気で、まあ、あれいいかなと思うんですけども、
今こちらに今その下にありましたこのちょっと金箔金色になってるやつが映ってるんだけど、なんかその今のエミューさんのあれイメージとちょっと違うなと思って、ね、建物となんかもうマッチしないような建物なんで、これもあの信徒さんから送られたもので、はい、お断りするわけにもいかないし、ここへ混入したわけなんですけれども、はい、これ4メートル20ぐらい、なるほどね、あの、はい、の高さがあるわけです。はい、まあ今日はあの江水さんでいろいろなあのものがあるということで、まあ、珍しいお寺さんでもあるしですね、まあ、ぜひまた来ていただければねと思いますし、まああの住職さんの方も年齢的にもあれですが、まあ、毎日なんかね、庭掃除したりとか剪定したりとかってお忙しい中のあれなんですけれども、まあ、頑張ってこれからもやっていただければなというふうに思いますけれども、はい、今日はどうもありがとうございました。いやいやどうもありがとうございました。どうなんだろう。お疲れ様でした。どうもいやよかったです。いや素晴らしいお話をありがとうございました。はい。来週は来週、はい、うん、私ではなくて宮坂さんですね。あ、私ね、はい、わ、はい、かりました。はい、はい、で どういうふうにしましょうか。あ、そちらにお見えになって。じゃあちょっと出てもらいます。はい、わかりました、はい。お願いします。はい、ちょっと山口さん、お願いします。はい。こんばんは。じゃあちょっとこれ持って、持っていただいて。はい。はい。じゃあ来週出ていただくということで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで山口さん。ずっとなんかアメリカ、ニューヨークにいらしたそうなんですけど、はい、どのぐらいいらしたんですか。26年半ぐらい。ああ、じゃあ生まれてずっとなんですね。で、こちらに、そういうことですね。で、何、今年こっちに戻られた。はい、この春に戻りました。いや、そうですか、はい。なんかアートジュエリーの話だということなんですけど。はい、あのアメリカで、まあ、一つ一つ手で作るジュエリーを、うん、そうですか。あのジュエリーアーティストとして、あの暮らしてました。これ胸にあるの、そうですか。そうですね、これはあのちょっとご自分で作られた。はい、あの身につけてるものはすべて、うん、あ、すべて自分で作られた、はい、あ、そうなんですか、はい、そんな話を来週はね、はい、いただくんですけれども、はい、あの今ね、はい、あのこちらのご住職からね、はい、あの赤水晶の話ありますけど、はい、これは何なんですか、この石は。これはあのオパールです。あ、オパール、はい、オパール高いんでしょ。そうですね、あのそうですか、多分分かりました。そんな話も来週させていただくと、はい、いうことですね。はい、はい、それでは来週のしゃべくり街をどうぞお楽しみに。松代はあなたの街。しゃべくり松代、また見てね。